What's up, guys? 今日もウォーロボッツやっていくよ。今日も雑談で。で、今日まずちょっと触れておきたいのはね、このデータパッド変わったじゃん？で、データパッドで前さ、おちょこちのペイントがなくなったって話したよね。これかな？違うわ。こっちだ。ペイントがね、なくなったんだよ。で、おちょこち運営に見捨てられるんだって俺思ったんだよね。そしたら、この前さ、このパープルにあったじゃん、おちょこち。思いっきりこの ブルーに移動してるんだけど、おちょこちがさ、これ 俺これ もう嫌な予感しかしないんだけど、これ。みんなさ、これおちょこちまた使うようになるでしょ、そうしたら。多分、まだリンクスよりは強いからね。それとね、俺クライシス集めてたじゃん、クライシス軍団とか言って。で、クライシスのさ、この、ちょっと待って。クライシスさ、よく見たら、なんか目みたいなやつあんだよね。レトロじゃない方ね。ちょっと待ってね。5体以上集めてんだけどね、これ。このさ、なんかこの上のとこに赤いなんか玉みたいなついてんじゃん。これがあんのよ。俺今まで気づかなくてさ、なんかこれがあんの発見した瞬間に急にカエルにしか見えなくなってきて、なんか、ダセーなクライシスと思ってね。せっかく集めたんだけどな。まあいいや。あとは、なんかグラフィックちょっと変わった気がするんだよね。まずこのグラフィックが変わってる。その、景色が変わったのはもちろんなんだけど、細部がなんか変わってるんだよね。で、担当のデザイナー変わったのかな？あと、これ多分まだこっちに反映されてない、されてないんだけど、実際にプレイするとね、セラフとかのデザインがちょっと変わってるんだよね。あと、このバイフルチャドールってこれさ、この黒い頭みたいなやつあったっけ？なかったと思うんだよな。セラフ、セラフ。あ、ちょっとこれじゃわかんないな。実際プレイするとなんかちょっと変わってんだよね。なんか細部が微妙に変わりつつある。あとシリウスもなんかちょっと変わってたな。まあいいや。じゃあ適当にやるか。今ね、デストリアのね、プロモーションビデオを作ってるんだよ。運営が、オリジナルで、アルティメットを出す前にやろうと思って。あ、そう、それとね、このリーダーボード。これさ、ドローンを強化したらポイントが入るみたいになってんじゃん。で、あとは、なんか、ウィニングアバトルで10ポイント入ると。と言ってるんだけど、なんか一回戦うごとにさ、50以上増えるんだけど、なぜだろうね。まあいいや。まあ、今日もやっていこう。最近はもうこのチームデスマッチ一択だな。もうリンクス出てこないし、あと、ビーコン取るってなると、どうしてもね、スコーピオンがね、出てくるんだよね。で、まあ恒例のね、この最初はね、こう芋って、ちょっと音ちっちゃいな。芋ってこれさ、ドローンシャイに変えたのよ。で、シャイだとね、あ、ちょっとなんかすごい。あー、なんか食らってるか。なんか、ザラザラしてるな。これなんだ。シャイだと、最初にこうやってダメージ与えまくると、硬くなっていくの、どんどん。どうしてもイモらざるを得ないという。そうそう。それでね、前回ちょっと、ん？こいつは、この野郎。マーキーがこんなジャンプできるんだ。来たな、マーキー。来たな。よし。ほら。死んでて。アシスト止まり。おっとっと。ゼウス厄介だな。なんだ。ちょっと俺狙うなよ、お前。いやー。その距離なら、じゃあいいよ、俺は。今、プロモーションビデオ制作中のね。デストリアで。メストリア。で、なんだっけ、そうそう。で、ちょっと視聴者の人からコメントがあって、最近はね、その、なんか自分の時間が作れないから子供作んねえみたいな家族が多いと。そういう夫婦が多いと。
これに関してはね、俺もともとあの核家族っていうのに反対でね、俺あの陰謀論ってさ結構反対否定派じゃん。滑りが悪い、滑りが悪くて犬でしょ。行くわ、引いてる。外出したからさ、外出したからちょっとコロナが怖くて一回これ拭いたんだよね、あのなんか目を拭く拭きみたいなやつで。まあそれでね、陰謀論とかには反対なんだけど、確実にこれは陰謀だなっていうのは一つあって、それはね、日本のね不動産業界よ。核家族を推奨したりさ、まあ、その二十歳過ぎたら実家から出ていけみたいなね、あれ絶対さ不動産業界がなんかそういうのを推進して、なんていうの、稼ごうとしたよね、明らかに。だってさ、普通に考えて出てくる必要あるの、なんだあいつ。オフィオンか、ちょっとオフィオン厄介だな。え、出てくるの、まあ、マジで M がダメだ。すごい。これ後でちょっと、布巾で拭かないと全然ダメだ、これ。全然滑っていかない、指が。ちなみにあの、メガネクリーナーみたいなやつがあるんだけど、その、目を拭くやつね。それで拭いたの、なんか、そしたら粉みたいなやつがすげえいっぱいついてて、やばい、なんか。気持ち悪い、なんか。ガンガン減るね。まあいいや、それでね、核家族。で、核家族には反対なんだよ。というのも、どんなに完璧なね、夫婦でもね、あの、二人きりだけで子供育てるの無理よ、はっきり言って、時間的にも、体力的にも。だってさ、片方が病気とかなったらもう終わりだからね、それ。だからそういうのもあって、なんか、日本の場合さ、女がさ、実家のそばに住みたがること多いじゃん。それは不安だからだよね。で、結局なんかその、親元から離れて、俺たちは独立して生活してるんだ、みたいなことをほざいてるけど、背が低い。実際は、親の、女のね、実家のそばに住んでるわけよ。ああ、すごい滑ってやりにくい。滑らない。ちょっとマジなんとかしないとな、これ。どうしよう。負けるぞ、これ。ああ、こっちが先にタイタン出しちゃった。これ負けるな。分かってない、これ。このね、おっと。なんだ、なんか当てられてるぞ。どこだ、ボルトの戦いめっちゃ楽しいんだよね。手が低いのが難点だな、ボルト。それで、結局、何のことはない。実家に帰省してんのかわかんないじゃん。それだったらさ、あの、実家の敷地内に、まあ田舎とかだったらね、なんかこう、母屋となんか小屋ってある人いるじゃん。それで住んでた方がいいんじゃないのみたいなね。ここで一つね、遊牧民の話をしようか。遊牧民ってさ、みんなで一緒に住んでんだよ。親族とか集まってね。だいたいその、30人、40人規模で住んでるから、おぉ、やべ。飯とかまとめて作るわけ、みんなで。じゃあそうすると何が起きるかっていうと、一家族分が、なんていうのかな、逆だ。みんなでまとめて作るから、専業主婦みたいな人たちなんだけど、その人たちの一人ずつの負担がすごい少ないのね。例えば、飯はさ、まとめて作るわけ。それこそ、その30人、40人分を、なんだ、まとめて作る。そうすると何が起きるかっていうと、一人一人の主婦の、
人ずつのその主婦のさ、実際の家事の時間っていうのが少ないよね。週に2回か3回ぐらいの、ただまとめて作るんだけどね、みんなの分。トリプルキルとか言って、やべ、どう、これ後であれ編集しよう。これ対すればいけんじゃない？これもあれだ、編集決定。なんだこいつ。あれ、あれ、ちょっとお前強い。お前強い、お前。お前は強い。わかったわかった、お前は強い。向こう行け、あっち行け。追っかけてくんな。あーやばいやばい、はまった、はまった。話し合おう、話せばわかる。ちょっと待って、俺しかいなくね、これ。おいおい、俺しかいねえ。どういうことだ。タイタンで無双していくか。まず何だと思えば、これ。ん？誰に関わって言ってんだけどな、これ。次にお前ら。あー、リロードがない。こういう時は近づいて、ストーブで一気に殺す。あー、死んだけどないな。これ何逃げてんだ、これ。ボーン。あー。まずこいつを殺して次にあっちの階段やろう。これ上のやついけんじゃん、これ。よいしょって。あ、なんかハマってるハマってる。キーン。なんか生き延びてんな、あいつ。あと1分。やばい、なんか食らった。ちょっと待って。なんだ、こいつか、この野郎は。てめえ、いい加減にしろ、この野郎。しんどけてめえ。ん？俺が、お前、逃げたな、お前。そっちはそういう点でいい。ストーブの範囲から逃げて、俺、追いストーブだ、追いストーブ。追うぞ。追いを入れる。この野郎。で、これまとめて殺しちゃおう。まとめ殺し。やばい、これ囲まれてんな。まあいいや、先にこいつ殺して、で、ストーブ追い。んで、返す刀でこいつ。よし。で、あとあいつか。キーン。なんだっけ、そうそう、一人ずつの主婦のさ、働きが楽なのよ。まとめて作るから、その、週のうち働くのは、なんだろう。まあ、2、3回で済むわけだね。2回も働かないんじゃないの？洗濯と、飯作るのはまとめてやっちゃうからね。だから実は、遊牧民の生活ってさ、めちゃくちゃ女楽なんだよね。その、いわゆる、各家族の専業主婦に比べると、全然楽。終わった。まあ、それと同時にね、やっぱ核家族になると何がダメかっていうと、その、どうしても、なんかすごい額いったね。どうしても親兄弟、歳か触れ合わないじゃん。で、歳が違ってるそのおじいちゃんとかおばあちゃんとか、そういう世代の人たちの考えとかは受け継げないのよ。まあ、あとは、まあやっぱし、その、まあ普通の家だとね、さっきの話の続きだけど、子供が例えば10歳の時に、まあ親が例えば今で言うと、38歳とかなのかな。正直言って一般の38歳とかまだまだガキだからはっきり言って世の中のことよくわかってないしさ。で、そういうやつが子育てするから結局その受験神話とかさ、なんかこう、現実的じゃないことを言っちゃうわけよ。要は、いい勉強して、いい学校行けば、自然といい職に、なんかつけて、で、勝手になんか奥さんなり、まあ、あるいは、女だったら、いい夫が来てくれて、みたいなね。そういう世間知らずだからそういうこと言っちゃうわけ。で、子供にそういう生き方を強制してさ、じゃあ結局それで子供何を得るかって言ったら、まあ、ほとんどの人はそうなんだけど、特に男はね、勉強ばっかしてて時間ないわけよ。その、中学校、高校の時に。で、その間に、なんかこう遊びまくってる男が、いい女をどんどんかっさらってく。基本的に早いもん勝ちっていうか、その、
いいもんは先に売れていくからね、うん、そう、恋愛市場みたいなやつがさ。で、結局、じゃあ苦労して勉強してさ、芽が出るのって日本だとね、だいたい、はっきり言って、日本社会って40超えてこないと芽が出てこないの。それ医者がいい例でさ、医者って40超えて初めて一人前なんだよね。それまではもうまだまだ若造、見習い。で結局その自分が立派に独立とか、まあ40で独立ってなかなか難しいけどね、医者でも。多分50手前じゃないと無理だよ。お前邪魔だよ。こっち来てる、こっち来てるぞ。君たちはもう、うっと俺のところに来たわ、お前。なめんなもん。ダメだ。あのさ、スコーピオン攻撃力減らした方がいいってマジで。みんな一発で終わるじゃん、こんなもん。じゃあ、ストーカー先生、どこ行った？あいつ。この野郎。ふざけんなよ。この野郎。ただこれ。で、もう一匹いたな、どっかに。まあ、そういう感じだから、なんだっけ、そうそう。なんだっけ、なんで40歳の話になったんだっけ、もう忘れちゃった。ああ、スコーピオンについてだから、この話が止まったの。スコーピオンね、バトロワで結構使ってたけど、なんかもう最近大嫌いだね、正直言って。あのね、これはね、1ゲームに1体いていいかいないかぐらい、いていいかどうか、いるかいないかぐらいがちょうどいい。あんなにいっぱいいたらもうね、ゲーム崩壊するって。あ、ちょっとこれ際どいな。170、140。クライシスが厄介だね。そこにいるな。クライシスから行きたいな、まあいいや。まずはもう殺す。んで、クライシス。行けた、行けた、よし。見たか、ストーカー先生の活躍。おっとっと、オフ4じゃないか。オフィッチャー何してんの？元気してた？ふふ。お前はただのブタだ。死ね。ランページいたとき。ランペっちゃった。で、なんで40歳の話になったの？マジで覚えてないわ。何？なんか、あれ？エクスターミネーションに出てくる雲じゃないですか。あー、片腕もげしちゃった。そうか、先生、スプロもダメだ。じゃあ、メストリアで。よし。遠距離専用だからね、メストリア。なんかここに溜まってんだって気が。ちょっと待てよ。この距離で撃ち合うのはメストリアには不利。あ、これいいね。こいついいね。出てこい。ん？ジャンプ。バカが。メストリアに勝てると思ったか。なんか味方で屋根の上登ってるやついいな。隙間通せるな。行けない。このさ、ステージのこの手抜き具合も何とかしてほしいよね。なんかさ、このついたてみたいのつけてるだけで、ちゃんと バトロワ用に設計されてないの、これ。指が滑んね。エイムが全然ダメだ。あ、あかんじゃね。あかんね。なんでよ。40歳若いっていう話だっけ？そうだ。40歳若いっていう話だね。実際若いんだよ。世の中の仕組みが本当に分かってくるのは、その、まあ、俺とかは結構いろんな社会を渡り歩いてたから、比較的若いうちに世の中を知ることができたけど、まあ正直言って、俺は自分ではね、他人よりも20年ぐらい先のことやってると思ってるんだよね。タイタンか、あれ。おっとっとっと、怒っちゃった？キッド君怒っちゃった？離れよ。お前は500メートル離れるともう当たんないんだ。バカな。なんか追っかけてきたら、あいつ。そんなメストリアが憎いか。キーン。これ、体力回復。あ、これ、あれじゃん？対するいけね？これ。いけた、いけた、これ。いけた。死ね。よし。大活躍じゃん、俺の弱い分だ。
まあ相手がちょっと、ね、戦略が下手っていうのもあるけどさ、こんなバラバラにかかってきてどうすんだよ、あらららら。だからリロード考えようよ、こいつ。よし、ここから。あ、ちょっと入れ替わろう。入れ替わりの術。おい、やべ。くそ。だから、キッドのストーブきついってマジで。キッドバカにしてる人いるけどね、強いかんね、普通にこれ。耐え時か、耐え時だな。ちょっとボルトでしのいでから次に耐えたんだぞ。おらら、いけ。これも耐性でもらったんじゃない？ちょっと何ターゲットずらしてんの？こっちこっちこっち。もうそのまま死ね。死んどけ。あれ？俺の気になってないぞ。こっちは？こっちは大丈夫。こっちは大丈夫だ。堂々と行こう、堂々と。3人もいるし。おぉ、死んでしまった。情けない。死んでしまうとは情けない。まあ、そうそう、それだからね、おじいちゃんおばあちゃんとかいた方が、いいと思うんだよね、子供のためにもね。それから、結局、おじいちゃんおばあちゃんがいれば、常に目が光ってるっていうか、まあ、監視の目じゃないけどさ、そういう面でも安心でしょ？だから、俺は家族には反対なんだよね。うっと、やべえやつ来た。これ絶対勝てないやつ。俺を狙ってきた、明らかに。後ろから行く。みんなに任せた。よしよし。俺も便乗してこう、後ろから。ダルトキってこう、打つときと打たないときあるよな。なんか右に水平だとないんだけど。よし、んだ。行けたか。よし。まあ、そんなところかな。まあ、とりあえず、不動産業界の陰謀で、そのね、二十歳過ぎたら一人で暮らさなきゃいけないだとか。で、みんな一人暮らしして、俺は独立してやってっからとか言ってるくせに、実は親のそばに住んでるとか。あるいは結婚したら結婚したで、女の実家のそばに住んでて、いや、俺独立してやってっからみたいな。お前バカじゃねえな、みたいなさ。金の無駄でしょ、はっきり言って。マジ、日本で一番高いの不動産だからさ。しかも世界と比べても明らかに物価、例えば食費とかに比べて不動産価格が高すぎる。あれタイタン使わなかったからいまいちだな。まあそんな感じだよ。今回の動画のタイトルはどうしようかな。雑談プラス弱々軍団の活躍。まあそんなところか。まあ、まとめると、まあその二十歳超えたら一人で暮らさなきゃいけないとか、核家族だとかっていうのは不動産業界の陰謀であると。それから人間は集団で生活した方が経済的だし、家事の負担も少なくなると。まあそんな遊牧みたいに20人30人ってのはさすがに無理だけど、まあ一族親戚が集まって住んでたら、まあ一回の飯作るのはまあ一人二人の負担で済むからね。例えば四家族ぐらいまとまって住んでたら、いや四日に一回でいいわけだね。一つの家事がね。洗濯も四日に一回でいいわけだね。一人の、負担がね。で、その余った時間をさ、いろいろ回せるじゃん。で、食料だってそうじゃない？まとめて買った方が得じゃん。それを小分けにして、なんか各家族用にさ、冷蔵庫に入れといて、で、結局、腐っちゃうんだよね。大体の。まあ、みんな経験あると思うけど。毎日同じ飯、同じメニューを作らない限り、絶対食材って余ってくね。それはまあ、みんな経験あるでしょ。例えば、そうだね。冷凍食品で、例えば、なんか、買ってきたと。冷凍じゃなくてもいいな。野菜とか買ってきたと。キャベツ買ってきたと。で、まあ、まあ誰か女と同棲してる人だったら、まあ、二人分作ったと。まあ家族がいる人だったら4人分か5人分作ると。で、なんか余ってんの。キャベツが。こんなキャベツどうしようかなって。そのままサランラップとかにくるんで冷蔵庫入れとくの。で、なんか1週間ぐらいしてパッて見てさ、あれこのキャベツ何使ったっけ、なんか腐ってんなみたいな。
だ結局残り物でなんか作んなきゃいけないとかさ、そういうことが起きてくるわけよ。だから核家族はその経済的にもあんまり良くないよっていう話だね。まあそんなところで今日は終わり、バイバイ。いやちょっとね、今日あれで終わりにしようと思ってたんだけど、この前にいるこのナターシャのこのね、右結構左カッチェルかなんか、この上にさ、ゼニット積んでるやつ、こいつめちゃくちゃ面白くて、なんかもう、ずっと攻撃ボタン押しっぱなんだよね。で、なんかすげえキル数稼いでるな、これ。ちょっと音を大きくしてみようか。勢いがね、すごくて面白いよ。こいつは、暴れん坊将軍のとこ。すごすぎる勢いがすごい。まあそんな感じで、これちょっと初心者用の装備。綺麗すぎる感じ。そんなわけでちょっと負けた。ちなみにさっきの2機の装備だけど、結構やたら強いなと思ってたら結構マーク3なんだけど、こいつやべえやついるわ。これマークナターシャカンストじゃん。ナターシャカンストで結構マーク3、こいつやべえ。やべ、これ面白い。同じカラーのロキが同じようにスコーピオに追われてる。逃げろ、あいつ早いな。ちょっと待て、こっちあれか、パイロット座ってねえかも。よし。危ねえ。こいつなんだ？スナイルか、これ。スナイルでも目立つからな、これ。しかも、あ、死んだ。おまけ動画その2。おちょこちはね、多分プログラム上これ、重量がすごい軽く設定されて、こう押すじゃん。押すとね、わかるこれ。あ、ちょっとわかんないな。慣性の法則が働いてすごい動くんだよ。こう押すじゃん。で、はい。あれ？あと、この、重さ設定的に、重量級のロボットって、ロキだと動かないんだけど、これすげえ動くからね、ほら。多分、重量設定がすごい軽くしてあるから、だからあんな、スイーって滑るみたいな動きをするんだと思う、俺は。死んだ。